セメントダルの中の手紙。作、葉山芳樹。朗読、大村智也。松戸与三はセメント開けをやっていた。外の部分は大して目立たなかったけれど、頭の毛と鼻の下はセメントで灰色に覆われていた。彼は鼻の穴に指を突っ込んで、鉄筋コンクリートのように鼻毛をシャチコバらせているコンクリートを取りたかったのだが、1分間に10歳ずつ吐き出すコンクリートミキサーに間に合わせるためには、とても指を鼻の穴に持っていく間はなかった。彼は鼻の穴を気にしながら、とうとう11時間、その間に昼飯と3時休みと2度だけ休みがあったんだが、昼の時は腹の空いているために、もう一つはミキサーを掃除していて暇がなかったため、とうとう鼻にまで手が届かなかったの間、鼻を掃除しなかった。彼の鼻は石膏細工の鼻のように硬化したようだった。彼が姉妹自分にヘトヘトになった手で移したセメントの樽から小さな木の箱が出た。なんだろうと彼はちょっと不審に思ったが、そんなものに構っていられなかった。彼はシャベルでセメンマスにセメントを測り込んだ。そしてマスから船へセメントを開けると、またすぐその樽を開けにかかった。だが待てよ、セメント樽から箱が出るって方はねえぞ。彼は小箱を拾って腹掛けの丼の中へ放り込んだ。箱は軽かった。軽いところを見ると金も入っていねえようだな。彼は考える間もなく次の樽を開け、次のマスを測らねばならなかった。ミキサーはやがて空回りを始めた。コンクリが済んで就業時間になった。彼はミキサーに引いてあるゴムホースの水でひとまず顔や手を洗った。そして弁当箱を首に巻きつけて、一杯飲んで食うことを専門に考えながら彼の長屋へ帰っていった。発電所は八分通り出来上がっていた。夕闇にそびえるエナ山は真っ白に雪をかぶっていた。汗ばんだ体は急に凍えるように冷たさを感じ始めた。彼の通る足元では木曽川の水が白く泡を噛んで吠えていた。チェ、やりきれねえな。カカアはまた腹を膨らかしやがったし。彼はうようよしている子供のことや、またこの寒さをめがけて生まれる子供のことや、めちゃくちゃに産むカカアのことを考えると、全くがっかりしてしまった。1円90銭の日当の中から日に50銭の米を2マス食われて、90銭で来たり住んだり、ベラボーめ、どうして飲めるんだい。がふと彼は丼の中にある小箱のことを思い出した。彼は箱についているセメントをズボンの尻でこすった。箱には何も書いてなかった。そのくせ頑丈に釘付けしてあった。思わせぶりしやがら、釘付けなんぞにしやがって。彼は石の上へ箱をぶっつけたが、壊れなかったので、この世の中でも踏みつぶす気になってやけに踏みつけた。彼が拾った小箱の中からは
ボロに包んだ紙切れが出た。それにはこう書いてあった。私は N セメント会社のセメント袋を縫う女工です。私の恋人はクラッシャー